大鳥圭介明治44年6月15日は、江戸時代後期の幕臣、医師、蘭学者、軍事学者、工学者、思想家、発明家。明治時代の教育者、政治家、外交官、管理。異界君等は、正二位、君一等男爵。別名、大鳥淳明。公派女風。家紋は、鶴の丸。 1833年節雨崎藩の飛び治療である晩秋西年村正治石戸に村医者の息子として生まれる。岡山藩静谷学校で漢学、阿光、中島屋の下で西洋医学、敵塾で医学を学んだ後沖田た出し駅で塾頭となり江川塾から教授に招聘され雨崎藩に主管。旗本となり、改正所要学教授から不評頭。 不評奉行となり、伝習隊を結成。母親戦争では、箱館、五稜閣を占拠し、陸軍奉行となる。母親戦争後に入浪するが、黒田清隆の尽力で赦免され、開拓使五島出資として明治政府入り。大倉小スク、吉田清成の随行として、大倉省進むに就任し、米国と英国に渡航し、外債募集を行う。ついで公部省に入り公的に、 日本人として、初めて、シャム国を訪問。第1回内国官僚博覧会御用。工学寮美術学校が開校されると校長となり、工学言の神工学頭、工部省工作局長を経て、1877年、工部大学校の初代校長となる。続いて、大初期会兼3次委員会議官補工部議官に、任じられ、第一次、 伊藤内閣の農商務大臣として転出した谷田盾の公認として、第三大学習委員長に就任、家族女学校校長を兼務。外交面では、陸津宗光の後ろ盾で、新国朝宣告中殺講師として、人語事変、更新事変により悪化した新国の遠征外と交渉。学者としては、江戸で松本良順と交流しこれらの治療法を研究。 洋式病法を研究し、フランス式平成を幕府に導入し、伝習隊を結成。日本で初めて金属活字を作成し、追記典型、放火神論などの翻訳書を出版。蒸気船の模型を設計、制作。日本初の温度計、気球を制作。また監視や和歌にも通じ、母親戦争前後の記録として、南下気候を記し、英国を視察した際に、 ダーウィンの種の起源を読み、進化論を解説した。写真中央が、大鳥圭介。脇に、足立圭三郎、篠原太郎幕末の大鳥圭介、張馬国阿公軍、赤松村の医師、小林直介の子として生まれる。陽名、圭太郎。父も学んだ、静谷学校で5年間、漢学、儒学、漢方医学を学ぶ。桂英2年、神氷に帰郷し、 乱邦医、中島医安の助手となる。加永5年5月2日、乱学修行のため、上坂して、小形古安の敵塾で乱学と西洋医学を学んだ後、安政元年に敵塾時代の仲間と共に江戸に出る。薩摩藩の地遇を得て翻訳などの手伝いをした後、坪井塾で塾頭となり、軍学、工学に関心が移るようになる。この間、 西洋式兵学や写真術を学び、同時期に、かつ回収の地遇を得る。安政四年、縄武官に、兵学教授として招かれる傍ら、中浜万次郎に英語を学んだ。安政五年、服部元明の紹介で故郷を領地とする、天ヶ崎藩に八人口で取り立てられ、藩主となった。その後、徳島藩を経て、安政六年に、藩書調べ書へ出資。 翌年、放火新編翻訳出版。日本で初の合金製活版を作る。大鳥活字と呼ばれた。この後も、大鳥活字を使い多数の本を出版している。文久元年12月、江川秀俊の推挙により、ご鉄砲型フラン書翻訳型出役として出資。文久3年8月20日、海陸軍兵書取り調べ方出役。海政書教授も兼務し。 人生議会の採用を幕府に権限している。現時2年1月28日、陸軍所に出資した後は、藤見ご法蔵万格として、正式に幕臣に取り立てられ、放禄50票三人ぶの旗本となる。慶応3年1月、伝習体創設を進める幕府の勘定奉行、小栗忠政に頼み、同じく幕臣の矢野次郎、を荒井久之助、沼森和ずらと共に、 これに参加する。大鳥は、不評隊長として、士官教育を受け、10月23日には、不評頭並みとなり、幕府陸軍の育成や訓練に当たった。慶応4年1月28日、不評頭に昇進。蕎不伏見の戦い後の江戸城における表情では、小栗忠政、水野忠則、江本武明と共に交戦継続を強行に、主張する。 2月28日には、陸軍の最高幹部である、不評部業に昇進した。しかし、江戸会場と同日の4月11日、練習隊を率いて、江戸を脱走し、本所、市川を経て、小山、宇都宮や今市、藤原、藍津を、松平太郎、肘方都三等と合流しつつ転戦し、ボナリ峠の戦いで練習隊は、 壊滅的な損害を受けた者の過労死て全滅は、免れ、仙台に至る。仙台にて、江本武明と合流して、江戸地に渡り、函館政権の陸軍武行となる。函館戦争では、地帯戦術を駆使し粘り強く戦ったもの,の、の徐々に追い詰められ、明治2年5月18日、五稜郭で降伏した後、東京へ護送され、軍務局救問所へ投獄された。 上郷里町役場前に立つ、銅像に新館三国の交換。のつみちすら、僕へ行こう、高僧お沖ノり大院君大鳥圭介、明治天皇、李公省、遠政外、高所定、大島義正、金玉金明治5年1月8日に特赦により、出国後、新政府に出資して、参院将棋官開拓仕事を出資を経て、大倉小進の職を兼任し、 欧米各国を開拓機械の視察と交際発行の交渉のために歴訪した。明治7年3月に帰国後は開拓市に戻り、後に陸軍大佐拝面を経て公務省4等出資となる。技術官僚として食産工業政策に貢献した。工作局長として官営工場を総括し、セメントやガラス、造船、宝石などのモデル事業を推進するなど、 インフラ開発にも関わる。また、内国官業博覧会の審査員として、国内所産業の普及と、民力工場に尽力し、日本初の工業雑誌、中外工業新歩を発刊して、先進的技術の普及に努めたほか、明治15年、園庭地区方新案の翻訳や、民間草の根レベルの推理、ダム技術の紹介などに努めた。開拓史時代に、 北海道の天然資源の報告書をまとめている。明治10年、工部省工学療法学校を解消した、工部大学校の校長に任命される。明治14年12月3日、工部議官に昇進。直任官となり、技術者としては最高位になる。同年、東京学士会員会員に任命される。4年後の明治18年12月28日には、 元老院議官に就任し、明治19年4月10日、学習委員長兼家族女学校校長となるなど、技術、教育関係の役職を歴任した。その後は、外交官に転じて、明治22年6月3日に中心国、特命全権講師を拝命し、11月に着任。明治26年7月には、朝鮮講師を兼任し、 翌年6月には朝鮮へ赴任。大陰君に対して朝鮮の近代化を権限し、朝鮮の反日派から発砲を受けるなど日清、戦争開戦直前の困難な外交交渉に当たった。明治27年10月11日、公使解任。帰国後の同年11月10日、数密顧問官。明治33年5月9日、他年の講により、断尺を授けられる。 晩年には、小田原大海啸で被災したり、息子に、相次いで先立たれるなどの不幸に見舞われた。明治44年、神奈川県足柄下郡神津村の別荘において、食道岩のため死去。去年78。1860年代に、縄武館や陸軍書での印刷に供するのに、オランダ伝来の技術書を参照して明朝風、海所大活字を鋳造し、追記典型。 放火神論など数十点を出版した。材質は縁、鈴とされる。活字は、母親戦争の時に、行方不明となり、わずかに印刷された本が残るのみである。先進的技術の普及に努め、幕末に、野戦用務のほか要塞建築の案内書、追記典型を訳出した。幕末の幕府軍との戦いの記録として、五稜郭会場から戦住に護送されるまでの日記のほか、 最晩年には王子を十回して残している。ありがとうございます。